あ、そっかそっか、まだ100キロ走行やってないね。時速100キロ走行、まあ、じゃあやってみますか。こっから100キロ道なんだね。これで N11、 100キロで走れる道なんで、ゆっくりからちょっと普段やらないけど一気に加速してみようか。まあ、前に車いたらあんまりできないですけど、そう、車にね、ついていける、車がドーンと加速した時についていけるような代物ではないんで。あれ80キロってなったよな。あれ、よし、落としていきます。ないと思います。まあ出るよぐらい、出せなくはないよぐらいの感じですね。むしろこういう道を、ゆったり行く方が絶対楽しいです。曲がります。あ、登ります。曲がるし、もちろん曲がるし。
ラコンありましたね。暗かったです。これが一番ダメなとこかも。純正のバルブはもう役に立たない。夜乗れない。で、みんなのハロゲン球に変えたりとかしてるみたいですね。僕はあの20ワットかなんかの、まあ、中国製のね安いやつ LED に変えてます。変えたのがいつだったかな。でももうね使ってますよ。9ヶ月以上使ってると思う。光量が落ちたとか壊れたとかっていうことは幸いにも1回もないですね。なんで今後もまあ使えるならずっと使ってようと思います。でこいつ入れればまあ大丈夫大丈夫大丈夫、乗れる乗れる。さっきみたいにあの80キロでこういう道をなんていうともう絶対無理だと思うけど、あの普通に対向車からも見えるし、対向車からも見えるし、まあ60キロ70キロで走る分には全く問題がないくらいには明るくなりますね。なります。ウインカーとかテールランプとかその辺はもう純正です。僕は基本的に純正が好きな人なんで純正です。静かです。 GA のほんと静かです。昔乗ってたねバンディットなんてまあしょっちゅうあのエンストはするわ。あなんかうまくエンジンかかんなかったり、音は爆音だし250とは言ってもね、ご近所さん迷惑だななんて思ったけど、いや静かですね、ほんと静か。気づいてもらえないという怖さはありますけど、いやもう静かでいいですね。なんか言い忘れてることあるかな。ないといいんだけどな。ないと思うんだけどな。どうだろう。レビューとかね、他の YouTuber の方々やってらっしゃるから、僕があんまりやったり言ったりっていうのも一応撮ってはあるんですけど、あのリクエストあればあの編集しようと思います。ハンドル交換どんな日だったのとか全部撮ってはあるんで、でも基本的にはこう景色とか紹介したいなと、思ってます。立つのかちょっと分かんないんですけど、このランダバウトの先ですね、はい、あここですね。あ思い出すな、思い出しますね。あの時確か買って1000キロぐらいの時、ここです。なんでもない道でしょ。この先のカーブでね、こけました。何キロぐらい出てたんだったかな。
40キロか50キロは絶対出てたと思うんだよな。あ、取ってあるんで、それこそどうぞご覧ください。ここです。ここでこけました。ここでガシャーン。警察に言われるまで気づかなかったんですけど、道路が虹色になってるの見えたかって言われて、言われてみると確かに虹色になってるんですよね。誰かがねガソリンかオイル漏れた状態で走ってたみたい。もう乗ったら一発でした。全然もう前ぶれもなく綺麗に両輪とも滑り出してガシャーンと。でじゃあ何が参考になるのってことなんですけど、ダメージこんな感じの、あんな感じの派手なこけ方をした時の GN さんのダメージですね。幸いにも、ご覧になって分かる通りマフラー側から行かないで逆側行ったんですよ。で当時はハンドルもまだ純正です。純正ハンドル、まずタンクのへこみゼロ。タンクへこまなかったです。ハンドル曲がったか、いえ曲がりませんでした。大丈夫でした。ドガシャンって なんていうかこう衝突してないからなのかもしれないですけど、でも少なくともおー大丈夫かな。あ、学校があるんだね。少なくともあのハンドルが曲がるということはなかったです。じゃあクラッチはって、クラッチハンドルはって、ちょっと曲がりましたちょっと曲がりました。でも全然使えました。普通に使えました。ウインカーは前後やられました。両方あのぶっ壊れました。でも完全にね、完全にあのなんていうの、ぶっ飛んでなくなっちゃったっていうんじゃなくて、根っこの部分は少なくとも曲がりもしないで、だから取り付けてあるステー等は一切曲がってないです。単にまあ折れちゃったよというか削れちゃったよの方が言い方としては正しいのかな。ウインカーはさすがにダメでした。出っ張ってる部分なんでね。で傷はそれがね一番びっくりしたんですよ。傷ないんですよ。普通あれだけ焦げりゃね、いや傷なかったんです。ゼロですよ。本当にねゼロなの。ウインカーでね、ウインカーとハンドルで止まってそれ以上擦ってないんですよ。これはねたまげた。あ、もうやっちゃったなと思ったのに、ウインカーとハンドルで止まって車体傷つかなかったです。スタンドはあの足をかけるところは曲がりました。はい、そのせいで、
前の方の動画でも出てたんですけど、サイドスタンド出してないとセンタースタンドが出せないよっていう状態になっちゃいました。でもスタンド自体はぐらつきもガタつきもなく、飛び出たところがね曲がっただけだったんで、ステップ削れました。削れましたけど、ぐらつきガタつきはありませんでした。だから未だに交換してないです。普通に使ってます。ゴムの部分というか下の方がね、ちょっと削れてるんだよね。うん。ゴムだからね。そこが削れてる、それだけ。クラッチペダルは曲がっちゃいました。はい、曲がっちゃいました。でこれクラッチペダルとそれからそのサイドスタンドその他、あとちょっと曲がっちゃったあのハンドルの方ね、クラッチなんだ。これはあのバイク屋さんがなんかでっかいペンチみたいなやつに直してくれました。でそのままあの乗ってます。はい、そのまま乗ってます。交換してないです。問題ないですね。問題ないです。普通に使えてます。ぐらつきガタつき、あのネジの締め直し一切やってないです。普通に使えちゃってます。なんで、ダメージとしては、あ、ミラー割れましたね。取れなかったし曲がんなかったけど、ここが割れちゃった。なんでこれは交換ということで、ミラーウインカー2発、それだけです。これはね、たまげたの。もっと絶対お金かかると思ったから、それなりにはかかりましたよ。こっち高いんで。だけどもうこれはまともにエンジンも動かないんじゃないかな。全然フィーリング何も変わんないですということで、非常に頑丈なバイクだと僕はお墨付きを出したいと思います。参考になるか分かんないですけどね。どっちやった、はい、追突とかしたらねダメだったんでしょうけどね。ということで今回は非常に、長い動画に最後なったと思いますが、ご視聴どうもありがとうございました。次やるとしたら事故った時かなんか大きな変更加えた時か、それかトチ狂って ABS つけたよとかやらねえだろうなってか、ないだろうな。あの大きな変更を加えた時か、まあ2万キロそれまでねちゃんと動いてくれればね、2万キロでやろうと思います。本当長いのにどうもありがとうございました。あの喋りもねあんま上手くなくて分かりづらいところあったかと思いますが、本当ありがとうございます。よかったらまたお時間のある時にでも見てやってください。さあ仕事行くか。仕事行こう。行くぞ。いやー、えらい旅になった。